こんにちは。こんにちは。タイです。ミリです。私たちとある番組に出させていただけることになりまして、今日は2人で話しながらラウンドしたいなと思いますが、今日は素敵なゲストに来ていただいています。お願いします。どうもおはようございます。おはようございます。高島さゆりプロです。以前にもリンゴルフに出演していただいてます、はい、2度目ましてで、ね、よろしくお願いします。で今日はいろいろお話聞かせてください、はい、お願いします。お願いします。今回のゴルフ場は立てのクラシックゴルフクラブです。マスターズ2勝、昨年は米国シニアツアーで7年連続10回目の賞金王を行ったベルンハルト・ランガー氏が設計監修を行っています。はい、今日はお願いします。お願いします。お願いします。背高いんだね。高いです、ね、いくつですか。170。私172です。お変わらないんだね。すごい。大きく見えます。あ、そう。横が大きいからね、ちょっとね。いや、違うし、こんな小さいから。いや、そんなことないよ。大人って顔ちっちゃい。ガタイがいいからだよ。そういうもんね、見て、こんな寒いの、こんな生足出しちゃって。私もう無理、絶対絶対無理。一番から狭いですね、私の心がない。フェアウェイが狭いです。お願いします。お願いします。おー、ナイス。めっちゃいいとこじゃん。めっちゃいいところ。ヘイさん、あれ左のバンカーって何ヤードあるんですか。手前まで220です。オッケーです。お願いします。お願いします。よくあんな触れるよね。よし、じゃあお願いします。お願いします。あんた方面に。大丈夫？危ないの？見てたとこよりはるか遠くに。私があそこ打ったら全然手前。多分林も行かないぐらい。なのに、めっちゃ飛びますね。やっぱ背高い。はい。背高いのに飛ばなくていいんですか。そういうわけないの。暑いなっていうか、暑い。暑い。このズボンがあったかい。え、そうなのよ。暑いの。もっと寒いと思ってた。え、でもミリさん寒いですよ。ミリちょっと寒い。薄着すぎない？だってさ、ソンセーサーの人は何言ってんの？着てますよ。長袖のシャツと、うん、中にヒートテックって、うんうん、今日だって16度ぐらい上がるらしいもんね。はい、うん、寒いの嫌いだからさ。寒い って思いたくないから厚着しちゃうの。すごい。いや、厚着は嫌いなんですよ。そうなんだ。はい、だからジャンバーいつも着てます。あ、そうなんだ。着て。なるほどね、ジャンバーね。はい、今時ジャンバーっていうのありなの。わかんないけど。ダウンとか、わかんない。私もアウターとか言うのかな。アウターとか言うのかな。ジャンバーってなんかちょっとさ。19歳の女の子がさ、ちょっと言っていいのかな。まあ、おじさん受けすんのかな、これね。親のせいにしてきます。まあ、言うよね、ジャンバーね。ジャンバー、うん、久々に聞いたからさ、今。ちょっとさらっと流してください。ごめんね、ごめんね。突っ込んじゃったわ。私、めっちゃ喋るからごめんね。なんか、そう、おやさばのスタッフさんが言ってたんですよ。え、なんで？高島さんはずっと話してくれるって。いや。で、なんか一回、なんか喋らないに行きますって言った日が。あ、そうそうそう、3回目に出た時にね。はい、前回の敗因は、うん、
何ですかみたいなの聞かれて、それ見ました。あ、見た。そうそうそう、なんか喋りすぎかなって言って、だからちょ喋らないように行きますねって言って、うん、私的には喋ってないつもりだったの。あ、そうなんですか。そう、そしたらなんかいろんな人に、いや喋ってっからみたいな言われて、そう言ってました。でも喋っちゃってたって元が関西人だからね。あ、そうなんですね。私京都出身だから。あ、そうなんだ。そう、黙ってるって無理なんだよ。左に遥か行ってきたから2人でさっき。打てなくて、目の前に木があって、とりあえず木を越える高さ でしかも右にしか打てなかったので、このバンカーに入らない距離で高さが出せるクラブで打ちました。65ヤード。先生、グリーン受けてますかね。受けグリーンでありますね。はい、ちょっと左足上がりなので、70ヤードくらいは。あー、ちょっとグリーン重いね。今日こっちも雨すごかった。雨降りましたね、やっぱり。意外と早いよ、もっと覚えておいた。ブレーキありがとう、はい、ちょっと下りなのにガッツリって言っちゃいましたね。いや、なんで思ったより切れた。いや、右出ちゃいましたね。あ、右出ちゃったんだ、はい、切られちゃった。はい、しょうがない。で、アプローチ何度使ったの今。52度です。あー、転がそうとしたんだね。はい、転がしたかったんですけど、だけど、多分思ったよりグリーンが柔らかくて、そうですね、止まっちゃった感じだったよね。女優さんも見てたんですけど、うん、結構止まったなって思ったんですけど、うん、なかった。まあでも私のはさ、もうあれ65ヤードあって、うん、左足上がりで球も高いから、うん、止まるのは当然だから、うん、まあ、ベチャってなったね。そう、ベチャって言いました。ベチャって言ってた。言ってた。なんか落ちた時ベチャって言いませんでした。聞こえた。いつからビンゴルフに出始めたの。いつから。だってさ、私が出た時ってまだ出てなかったっすね。私も3月ぐらい。私前回の撮影いつだったっけ。あ、去年ですね。1年前でした。はい、1年前でした。ゆっこ姉さんとも話していただきました。はい、もうあの可愛い可愛いゆっこ姉さん。だってまだ学生だったんだよね。そうです。そうだよね。高校生でした。最近のさ、高校生とかさ、まあ、高校生卒業しましたみたいな子ってさ、可愛いよね。可愛いね。みんな可愛いですよね。いや、なんかさ、私さ、高校卒業した時なんかさ、高校卒業してプロテスト受けるまで、まあ、半年ぐらい あるじゃない、うん、私の時はそうだったんだけど、その半年の間って、まあ、化粧なんかしないし、そもそも、うん、
なんかこう日焼け止めすらあめんどくさいっつって塗らないレベルでこう過ごしててプロになってやっとあなた社会人になるんだからあの化粧しなさいみたいな言われて、そう言われるのもあるし、プロテスト合格すると新人セミナーっていうのがあって、うん、そのセミナーでも化粧の講座とかがあるの。そうなんだ。過度な化粧じゃないけど、うん、あのある程度のその口紅を塗るだとか、うん、なんかそういう社会人らしい身だしなみを身につけましょうみたいなのをセミナーで受けるのね。そんなこともやるんですか。そう、もうさ、こうおしゃれしたいとかよりも、うん、めんどくさいが勝っちゃってたから全然しなかったの。そうでもさ、今のさ本当高校生の子もそうだけどみんなするじゃん、ちゃんと、うんうん、すごいよねすごいよね。だってもう化粧とか上手じゃん。うん、でもあんまりやんないですけど。あ、そっか、もう元がいいんだね。元がいいんだよ。元がいいんだよ。でも本当にレンゴ出始めた頃とかやってなかったんですか。そうなの。できんわかんなくて。いやだってさ、うん、それがいいじゃん逆に。いいんですか。だってしなくてもいられるのが若さの特権だからアラサーになってくるとさ、しないといけないっていう空気がさを感じるわけ。私もこの年であんまりすっぴんで歩いてちゃいけないよなみたいな。そんなことない。いやって思うじゃん、うん、もうちょっと私も思ってたの。もう25ぐらいまでは全然思ってていけないいけないいけない。もうすっごいどうでもいい話してるけどこんなんでいいのかな確かに。うぃー、あー手前やっぱアゲンスト増えてるね。ちょっと上がっちゃったね。私も届かないなこれなんか向きづらいねこの T ぐらい。風のせいにしちゃダメね。ちょっと受けて食らうんですよね。落としどころがすごい大事なアプローチですね。ちょっとアプローチがね最近はオーバーっていうか思ってるところよりも飛んじゃうんですけど、なんかテイクバックを振りすぎちゃうみたいな。おお、スナイチ結構距離あるバンカーだったんですね。はい、うまく出ました。ナイス、ナイス。ありがとうございます。反省を生かして、はい、ツッコみました。はい、私ツッコみすぎました。でもナイスパーティー、ありがとう。さっきのスライスラインさすがに距離感分かってる。さっきみたい。あ、もう大丈夫です。9.6 って聞いたから、はい、9.6 フィートって聞いたから、そう、なんか、あ、重いんだって思っちゃったの。あんまりそんなことなかった。普通に転がるね。
私はそのミリちゃん飛ばないの？見た目はそんな、なんていうのかな、細いからさ。なんか背高いイコール飛ぶみたいな。思われてましたね。そんなことはないよね。そんなことないんですよね。おー。なんか超えるんじゃない？あれ？今めっちゃ薄かったです。そうなの？で分かりづらいけど、いやちょっと、確かに、あのフードっぽい感じかなと思ったんだけど、おお、ナイス。これをなんか欲張ってこう左に打とうとすると結構失敗するから右でいいやと思っていくといいね。ナイスです。やばい。わあ、いいところに行きました。キャリーデコされてる。すごい。平均何あるんですか？いや、平均はちょっとわかんない。250、60ぐらいかな。うん、最年長が真ん中来ちゃった。ゲストですか？何センチ？163です。お、でもそれでもさ、高いでしょ？そうですね。私のベストは168がベストだと思ってるから。あ、はい。ねえ、わかる？わかります。着る服とかさ、はい、大変だよね。大変ですね。足何センチ？足24.5。そんなに標準だな。私26だからさ。そうなんですか？そうそうそう。いや、いいじゃん。じゃあ靴もあるしさ。靴はあります。悩ましい。傾斜とこうフェアウェイがこう左に向いてるのに対してグリーンが右にあるんで、どうしてもちょっとこう立ちづらいんですよね。だからちょっとアドレスが決めきれなかったのが失敗かなと思います。距離的には届きます？うん、届く。すごい。220って言ってたから、うまくいけば。だからあの右側から乗せたかったんだけど、右が来すぎちゃったのかな。ドローヒッターですか？基本はね、そう、ドローかかりすぎちゃうヒッターだね。それ私もです。かかりすぎちゃう。もうドローの息を超えちゃうよね。フックです。フックも超えちゃう。フックも超えちゃう。中ピンじゃないですか？中ピンになっちゃう。サバイバル出るんですよ、私とミリちゃん。たまたま同じ日に出ます。さらっと言っちゃった。難しいアプローチになってしまいました。
そこまで上げなくてよかったの。危ないな。で、こっから見るとちょっと軽く砲台なんで、こう落とすところがすごい狭く見えるんですよね。実際はそんなことないんですけど、なんかこう距離感がちょっと合いづらくなるんですね、砲台は。本当はピンの根元ぐらいに打っていきたいんですけど、ちょっと下り傾斜なんでビビりました。こういう風に連覧が必要なわけですよ。あ、左からは砲台になって難しいんだなとかっていうのを連覧じゃないとわからないんで。あ、でもボギーは良くないですね。